はい、えー、今回ですね、LINE の方でご質問いただいたので回答していきたいと思います。はい、えー、アフリエートで時々名前が上がる村上さんって今赤羽に住んでいる村上さん、村上さんなんですかっていうご質問いただきましたけれども、結論、えわ、ー、かりません <laughs>。僕の知っている村上さんは、うん、10年前、えー、継承というプロモーションをやって、 伊勢さんと伊勢さんっていう方とね一緒にやって、えー、継承っていうプロモーションで12時間で5億4000万ぐらい上げた人ということしかわからないですなぜならばそっから僕はうーんずっと村上さんのメルマガを毎日チェックしているのかしていないですっていうか最近はもう本当に誰も見てないです、うん、その他人は他人全く見てないですでこの前久しぶりに川島さんですね 川島さんの久しぶりに、えー、見たんですけども、えー、川島塾が120万になっててあ俺もドリームアカデミー120万にしようかなと、えー、決めた、えー、所存でございます <laughs> 1年でね川島さん120万になったんで僕が知ってる川島塾が当時二十何万だったような気がするんですよそれからもう100万以上上がってますから、うん、そうもちろんまあ川島さんはですねあのー、なんだえー まあやってることだったりとか、えー、体験価値だったりとかと特に川島塾は体験価値が多分非常に高いと思うんですねいろんな海外でセミナーやったりとかするのでただ僕は僕でドリームアカデミアは、えー、川島塾に勝てるものが一つあるとするならば120万円値上げしても263年間の無料サポートはい、こちらがあります 年年じゃないです、ね、23年ですすね、まあ、常に講義アップデートしていくしサポートもしていくという強みがありますので、えー、それが高いか安いか高いと思うんだったら川島塾入ればいいだろうし他の中間受ければいいだろうしって話ですねで話を戻しましょうで、えー、その村上さんに関しては赤羽今赤羽に住んでるかはわからないですはいで僕が村上さんをなぜ、えー、崇拝してるいるのか で未だにですねその村上さんの動向は動向に関しては興味ないですよ村上さんが何しようか別にあんま興味ないですね興味がもしあるとするならばなんかまた商品売ってんのか売ってないのかっていうそのマーケティングの部分でしかないんですけども要は何だろうなあいまだにその村上さんの昔の,そのコピーライティングの教材を未だに聞いてるんですね でそのコピーライティングの教材がまあ本質を得ているのでまあそれも10年前ぐらいの教材ですけどもいまだに聞いてますし Mr.X っていう方の、えー、10年前の、えー、Mr.X クラブか X クラブっていう音声教材の方まだ聞いてますしそれはなんでかっていうと本質がそこにか、あのー、言われてるんで10年後も20年後も30年後でもあろうが時代が変わっても使えるもの 本質はあまり変わららないですから人間の本質変わらないです。マーケティングの本質も変わらないです。なぜならば、えー、人に販売してますから。これがなんかロボットになんか商品売るとかなってくると変わってくるかもしれないですけど人間の感情だったりとか人間の本質っていうのは大した変わらないですよ。100年前の人間の感情と100年後の人間の感情が全く違うものなのか多分一緒なんですよ。悲しかったら悲しいし嬉しかったら嬉しいしっていうと変わらないじゃないですか。 うん、だからまあその本質のが語られてるのでそれをあのー、聞くたまに聞きますね未だに。うん、であとはそのやっぱ10年前のその継承のプロモーションが非常にインパクトがあった僕の中で強烈的なそのものがありましたね。 なメールの文章にしても動画に関しても当時動画はそんなになかったんですけど動画でしっかりガッツリプロモーションしてるしてて動画を作り込んでねこうやってたんですねでしかもその白地全部白地なんですよ全部白地でただこう淡々と喋るっていうやつなんですけどそれもなかったんですよでそれはそのやり方が海外で流行っていて、えー、まあそれを日本でやったみたいな先駆けてやったみたいなまあ今もいけると思いますけどね うん、だから昔そのアップルの CMMacBookAir の CM とかはその外人がこう出ててで白字なんですよ全部うんでまあそういう白字背景でもう人物にフォーカスする人物の語り手にフォーカスするみたいな Mac の MacBookAir の CM 昔そうでしたけどね一番初期のところだからもうだいぶ前の話ですけどねだからまあその時の僕は印象が非常に強くて未だに えー、まあメールの書き方とかも文章の書き方とかも,結構もう村上さんパクってますねで今はもうだいぶ変わってますけどただその今ブログやってるんですけどブログのそのなんだ開業ちっちゃく開業していくこうブワーってちっちゃく開業していくとかもそれはその当時継承のメールなんとかしようみたいなのもあってなそういうのを見て勉強してやってそれで実際にそれが僕の、えー、なんだ型になったっていう。 方うん、それは村上さんの影響が非常に強いかなあ、うん、もうなんかね多分、うん、いろんな人見てきましたけど村上さんほど多分文章を書きまくった人はいないんじゃないかなぐらいまあ本人も言ってますけどコピーが好きなんですよ村上さんはだからうんすご,うすごいっすよねうん。だから継承の プロモーションが知らないのはちょっとわかんないですけどあのちょっとピンとこないかもしれないですけどカバーネに住んでるのかえブラジルに住んでるのか、えー、北極に住んでるのかよくわかんないです僕はぶっちゃけどうでもいいと思います僕はね人のこと気にあんまり気にしてないので、うん、自由にやればいいと思います、うん、僕は僕で今自由にや,やるだけですからはいであともう一つお伝えすることがあるとするならば、まあ、この質問が来るっていうことは まあ他の人が気になっている気になってるとことですね。うん別に気にすることは悪いことではないと思うんですけども気にするということはどういうことかっていうとうん自分の人生を生き,て生きてそうで生きていないと。要は他人に影響されるっていうのはスタートの段階ではいいんですけどもマネるとかね。だけど 自分の人生をこうすす突き進んでいく楽しくしていくんだったらもう自分流を確立自分のそのロード道を作っていかないといけないわけですよ。その他人に影響され続けてると他人の結局その思考他人の思想他人の考えなんですよ。ということは自分の考えでもなければ他人の考えをただ入れてるだけですから他人,じゃそれ他人じゃないですか。うん、だからその な吸収することは悪いことではないですしただ僕の行き着いた結論は我が道を作るってことですねうん一本道我が道一本道を作っていくと、うん、だからある一定のステージまで行ったら正直あまり情その他人の情報は必要か情報は必要ですけど他人が気にならなくなりますね一切一切 他人に全くく興味がなくなるんですよ、まあ、僕の今のステージは他人には全く興味ないんですよ。他人がどんな生活しようが他人が何しようがあんま関係ないですね。それは他人の人生ですから。うん。だ僕の人生を僕がどう、えー、デザインしていくのかそれは僕自身しかできないしそれはあ他人がデザインするものでもないしってことですね。だ あ,あまり人のことを気にしていると自分の人生をデザインすることはできないんじゃないかなと思いますね。はいということで、えー、質問いただいた内容について回答させていただきました。ありがとうございます。